ハマリンとは、横浜市交通局のマスコットキャラクターの名称である。全面にハマリンのステッカーが貼り出されている3000、R 型1998年10月10日に制定された横浜市交通局の公式マスコットキャラクター。同日に、センター南駅開催された、鉄道の引き年行事、サブウェイカーニバル98でお披露目された。 誕生日は制定された日と同じ1998年10月10日で、2014年4月、現在も、市バス、地下鉄車両の装飾や、交通局の広告や決算書、横浜市交通局関連のイベントに使用されている。キャラクターデザインは、1998年5月に、広告代理店4社が提出した22点の中から6点に絞り、その中から、 交通局職員の投票で決定したもので、デザイナーでミュージシャンの山内康弘が作成。タイヤと車輪をイメージした丸い元気な顔止めをしており、鼻と眉毛は横浜のイニシャルの Y を表現したもので、帽子と手袋で制服をオレンジ色の頭で暖かさイコール思いやりを表現している。キャラクターデザインは登録商標第431万40 4040号、名称は 登録商標第432万5856号で登録されている。1998年7月に一般公募で募集し、1万5164名から応募があった。市営バス、市営地下鉄の利用者から選ばれたイメージキャラクター愛称選考委員会の8人が候補を5つに絞り込み、その中から交通局の選定でハマリンに決定した。 浜は横浜、浜っ子、林はバス、地下鉄の車輪、横浜と人と街をつなぐ輪、そして、それが、横浜市営バス、横浜市営地下鉄であることを表現している。また、マリンは、横浜の象徴である海を表し、広大で爽やかなイメージと共に、愛され、親しみやすい響きになっている。横浜市営地下鉄の一部駅に設置されている。 横浜市営地下鉄お客様サービスセンターや横浜市電保存館、オンラインショップ、ハマリン、コンビニなどではマリン関連のグッズが販売されている。2014年4月現在、ハマリン柄のハンカチや消しゴム、携帯クリーナー、縫いぐるみなどが販売されている。ハマリンのドアマットが設置されているファミリーマートはマリン、横浜駅店に横浜市営地下鉄構内にある。 ファミリーマートの軒看板には店名の前に電車の絵文字が描かれている横浜市営地下鉄の一部駅構内で展開されているコンビニの愛称。経営は一般財団法人横浜市交通局協力会。現在はファミリーマートが設置されているが、かつてはデイリー山崎が設置されていた。看板にはファミリーマートのロゴの左右にハマりんが描かれており、 店名表記の前には、電車の絵文字も書かれている。店内では、横浜市交通局のグッズも販売している。3000K2 次社横浜市営地下鉄ブルーラインで運行されていた特別編成の愛称。3000N 型第32編成で運行されていた。車体塗装がハマリン柄となっており、車内では横浜市関連施設の宣伝やお知らせを行うほか、 一部機関は小学校等で募集した作品などを展示する車両となる場合があった。1999年6月運行開始、2016年11月7日運行終了。横浜市交通局公式サイトにて運用情報が公開されていた。横浜市営地下鉄グリーンラインで運行されていた特別編成の愛称。2009年7月18日より運行を開始し、 2014年10月9日までは1万系第15編成で運行されていたが2015年3月22日からは第16編成で運行していた横浜動物園ズーラシアで飼育されている動物をモチーフとした塗装となっていた2018年1月31日をもって運行を終了した横浜市交通局公式サイトにて運用情報が公開されていた 4から1594号車横浜市営バス、浅間町営業所及び横浜市営バス緑営業所に所属する一部の天然ガス自動車がハマリンバスとして運行されている。浅間町営業所の車両は横浜駅西口、横浜駅東口を中心に、緑営業所の車両は中山駅を中心に運用についている。地下鉄車両と異なり、 事前に運転時刻などの公表は行われていない。ありがとうございます。